この動画は、茨城県の児童・生徒へ向けた動画です。皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディイバスタの時間です。この動画は、小学校4年生の国語、山場のある物語を書こうの内容です。今日は、物語を書く学習に取り組みましょう。 学習の目当ては人物カードや組み立てメモをもとに場面の様子を詳しく書こうです。前の時間に書いた人物カードと組み立てメモをもとに想像した出来事や人物の様子が伝わるように書きましょう。今日の授業の流れです。まず、 組み立てメモと物語の違いを見つけます次に、はじめの部分の物語を書きます。最後に、書いた部分を読み返します。では、まず教科書を読んでみましょう。読み終わったら、動画を再生してください。 読み終わりましたね。次に、組み立てメモと物語の違いを見つけましょう。組み立てメモを見てください。物語の文とどこが違いますか気づいたら動画を再生してください。どこが違いますかそうですね。山場の部分が物語の方では 詳しく書かれていますね山場には読んだ相手が予想できない驚きや発見気づきなどを書くと様子が分かりやすくなります組み立てメモを書いた時には考えていなかったことや新たに気づいたことなどを付け足すこともできますそれでは早速 組み立てメモを見ながら、はじめの部分の物語を書いてみましょう。書き終わったら、動画を再生してください。書き終わりましたか最後に、今書いた、はじめの部分を読み返しましょう。読み終わったら再生してください。 今日の学習はこれで終わりです次の時間も物語の続きを書きましょう